岩国市営羅漢清流バスとは、山口県岩国市で、岩国市本郷総合支所が運行していた自治体バスである。本バスは本郷バスとも称される。運行路線の一部は、岩国市三河総合支所の所管地域にもまたがっている。名称の羅漢は、旧本郷村と隣接町村にまたがる羅漢山。羅漢高原から清流は旧本郷村内を流れる。 西木川水系本郷側の清流に由来する。本郷村営バス当時の車両運営主体及びその所在地は岩国市岩国市本郷総合支所地域振興課である。幹線と考えられる元や本郷川山線及びその支線と考えられる一路線を運行している。当バスの運行台や等の路線情報は以下の場所に掲示されている。 西木川鉄道の解説している、ウェブページ西木川鉄道西木川清流線の列車内本郷川山線の発着点である、西木川鉄道西木川清流線が3駅の駅舎内蒸気以外の場所では、運行経路上の各バス停留所における、当該地点の発着予定時刻と行き先のみの掲示と思われる。地元住民等に対して、 どのような形で運行ダイヤ等が周知されているのかは未確認。運行ダイヤ等の開示状況から見て遠方からの来訪者が利用することを主眼としていないバス路線であると推測される。a b 2 0 0 7年3月27日に西木川清流線へ乗車し、車内にバス名称を含む時刻表掲示の存在を確認。詳細はノートを参照。 AB 岩国市本郷総合支所。本郷町の概要。岩国市ホームページ。岩国市。2007年3月29日閲覧。旧本郷村の概略年表 AB2007 年3月27日に、西木川西流線が3駅に直接出向いて、バス名称を含む時刻表掲示の存在を確認。詳細はノートを参照。岩国市。暮らしのガイドブック。 岩国市ホームページ。岩国市。ピアニッシモ 51P2007 年3月29日、閲覧。当バスの所管と路線図を記載西木川鉄道株式会社。西木川清流線。西木川鉄道株式会社。2007年3月29日閲覧。時刻表、運賃表、沿線バス時刻表のページ中に記載あり。 道路や地名等の確認のために補助情報として用いたサイト、ありがとうございます。